これが、僕のライブに興味を持っていただいているということで、一人で僕ライブやってるんですけども、それに、来たいということで、で、しずちゃんに、チケット取り方あるみたいな。っていうので、じゃあ、しずちゃんの出てないライブで、チケットやられてるしずちゃんに申し訳ないので、直接本人に聞いていいですかということで、LINE のアドレスを交換するようになりまして、ライブにお越しいただいて、で、その後に、また何人かの食事があって、で、次は、もしまた2人で単独で行った単独です単独の文言を今覚えてる単独誘った感じですか、まあ、お好きな番組は言うと単独ではないですけど、まあ、テラスなんとかってやつですけどハウスに抜けるだけで、はい、テラスハウスのご機嫌なゴシップ手に入りましたですよね、今日どうですかってなって、その日の夜に会って、そこで告白です。